FM コザセーフティーラジオ、あなたの生活に安心を。さあ、時刻は10時を回りました。この時間は FM コザより防災防犯情報番組をお届けいたします。番組名 FM コザセーフティーラジオ、あなたの生活に安心を、この後10時半までお届けしていきたいと思います。お相手は FM コザの池城めぐみです。今日も30分間どうぞお付き合いください。さあ、昨日もねちょっと冷えてはいたんですけれども、今日も最高気温が17度ということで、昨日はね16度とちょっと昨日よりは1度は高くなったんですけれども、それでも朝方はとっても冷えましたね。もうちょっと曇りだったし、ちょっと風もね、強めだったので、体温調節もね難しくて、ちょっとね体調崩している方もたくさんいるんじゃないかなと思うんですけれども、今日はね今の FM 講座の上空、空が青くなってきてね、さっきは曇りだったんですけれども、晴れてきて青空も見えているところです。またこれからどんどんね気温も上がっていってほしいなというところなんですけれども、皆さんぜひ、体調には気をつけてほしいと思います。この後でね、降水確率は終日 10% ということですので、まあ、雨の心配はないのかなとは思うんですが、折りたたみ傘ぐらいはね、持ち歩いてもいいんじゃないかなと思います。皆さん、はい、それではね、早速ですけれども、今日のね、今日は私が喋っておりますけれども、そうです、そうです、そう。いいの忘れておりました。元山がねいつもミークがね、担当しているんですけれども、今日は都合により私が担当させていただきますので、よろしくお願いいたします。皆さんからのね、防災防犯情報ぜひぜひお待ちしております。私からちょっと発信するというものはあるんですけれども、皆さんからの情報も、お待ちしている番組ですので、ぜひぜひお送りください。メールアドレスは761@fmkoza.jp 761@fmkoza.jp までです。そして電話番号もお伝えしておきましょう。 098-934-8653 です。電話でしかちょっと情報を伝えられないよという方はぜひこの番号までお寄せください。そして FM コザではユーストリーム、ツイキャスでもネット配信しておりますので、 FM コザのホームページからも見ることができます。気軽にコメントいただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。それでは一旦 CM 挟みまして、今日はね、ゲストさん防災課から高峰さんをお呼びしておりますので、今日はねちょっといつもと違う感じで、クイズもね、していただけるということなので、皆さんもぜひ参加してみてくださいね。それでは一旦 CM です。3分2分で次が CM 明けだね。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんか緊張するな。終わる時間って何分？ギリギリまで。絶対どんなんですか、問題数って結構多い感じです。一応20問用意はしてる。10問やろうかなと思ってるんですけど。そうですね、20問用意はしてるんで。ああ、そうですか。それ以外も一応いろいろある用意はしてるんで。ええ、わかりました。じゃあちょっと時間見ながら、時間は26分までではあるんですけど、はい、26分には終わっちゃうんですけど、それまでにでも大体10問がいいところかなと思う。さあ、お届けしておりますこの番組は FM コザセーフティーラジオ、あなたの生活に安心をお届けしております。今日のお相手は FM コザの池城めぐみです。この後30分間どうぞお付き合いください。さあ、このお時間はですね、防災課からのお知らせとなっております。沖縄市役所防災課からのお知らせです。
いざという時に備えて地域での防災訓練はとても重要です。住んでいる地域によって災害には種類があり、それに伴う訓練方法など異なります。そのためにも防災啓発活動や防災訓練で災害対策の知識や避難場所、避難経路など知っておく必要があります。また地域の方々と普段からコミュニケーションを図り、協力し合える関係性を持てるようにしたいものです。防災啓発活動及び防災訓練予定の自主防災組織は、2月12日日曜日、ヒアゴン自主防災組織が、防災訓練10時からとなっております。ご連絡先は932-8950です。そして開放庁、同じ日ですね、2月12日開放庁自主防災組織防災訓練がございます。こちらは9時からとなっていますね。はい、お問い合わせは938-4950です。そして最後、2月12日の、防災訓練ですが、浜原ですか、すいません、浜原団地自主防災組織ですね。こちらは10時からとなっております。お問い合わせは932-8938となっております。そして日が変わって2月の23日木曜日です。こちらは、揚田自主防災組織、こちらは防災啓発活動となっております。で、時間が10時からとなっております。お問い合わせは937-4633です。続いて2月26日、こちらたくさんありますね。26日の日曜日なんですけれども、こちら自主防災組織、こちらが、防災啓発活動、まあ、時間はちょっと未定みたいですね。はい、決まり次第またご連絡していきたいと思います。お問い合わせは988-3911です。そして同じ2月26日日曜日、東東原自主防災会、こちら防災訓練となっております。お問い合わせは934-0300です。そして続いて合わせ自主防災会、こちらも防災訓練が行われます。時間は10時からとなっています。939-7335までお問い合わせください。そして合わせが、団体ですね、防災啓発活動を行う予定です。合わせ第一自主防災組織、そして合わせ第二自主防災会、そして合わせ第三自主防災会、合わせはこの3つの、自主防災組織がですね、防災啓発活動を行う予定です。第一は、時間は未定なんですけれども、はい、決まり次第またご連絡していきたいと思います。で、第2自主防災会は4時半から16時半から活動という予定です。で、第3自主防災会は1時からお昼の1時から、開催、活動を始める予定です。はい、それでは、で、続いて3月の5日日曜日で、こちらは合わせ第一自主防災組織が、また防災訓練ですね。先ほどね、2月26日も、行う予定と言ったんですけれども、3月5日にも、防災訓練を行う予定です。時間は未定となっております。お問い合わせは937-4459です。そして同じく3月5日日曜日、山田と自主防災防犯組織防災訓練が行われます。時間は未定です。お問い合わせは933-2202です。となっておりますね。以上、こちらで防災啓発活動及び防災訓練の予定の、今のですね、出ている予定の方をちょっと読み上げてきました。対象地域の方々は ご家族でのご参加をよろしくお願いいたします。各自主防災によっては開始時間の変更などがありますので、詳しくは自治会か自主防災組織にお問い合わせください。以上、沖縄市役所防災課からのお知らせでした。
時刻は10時10分になったところです。この時間はゲストさんをお呼びしております。自己紹介の方お願いいたします。はい、おはようございます。おはようございます。沖縄市防災課の高峰です。よろしくお願いします。いつもありがとうございます。はい、防災会から、はい、高峰さんお呼びしております。はい、今日はなんだか違う、いつもと違うね、番組の構成というふうになってて。そうですね、はい、今日は何か面白いものを持ってきてもらっているということなんですが、はいはい、いつもはですね、はい、結構用意してるんですけど、今日はですね、クイズ、防災クイズですね、ちょっとやってみようかなという。防災クイズ、はい、そうですね、はい、はい、まあ、初級編なんで、簡単な、まあ、クイズになりますんで。お願いします。私もこの番組初めてなのにこのクイズに参加するというちょっとすごいちょっと緊張するんですけど、はい、よろしくお願いします。はい、メイグさんでも簡単に答えられると思っておりますんで。すごいプレッシャーが。はい、でも間違えても正解もあり、言いますので大丈夫です。よろしくお願いします。はい、はい、うん、はい、リスナーの皆さんもね、一緒に参加していただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、まずです、はい、お願いします。クイズに入る前に、はい、まあ、20問用意したんですけど、はいはいはい、丸×方式 と、 丸×とあと3択あるんですけど、どっちが この、どっちが好みかなと思ってですね。あ、そういうことですね。そうですね、はい、丸×か選択問題か。3択か丸×か、まあ、丸×の方が、まあ、丸×なんで簡単かなと思うんですけどね。そうですね、じゃあ丸×で、はい、じゃあ丸×で一度やっていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。じゃあもういいんですか。はい、お願いします。はい、じゃあ早速いきます。はい、防災クイズ、はい、初級編。初級編、はい、クエスチョン1。クエスチョン1いいですか。はい、で電しましょう。はい、あ、テレビで、はい、緊急地震速報が流れました。はい、家にいると危険なので発生と同時に外に出ました。はい、丸でしょうか×でしょうか。あ、これはよくやってますよね。そう、お家でいるときに急にテレビから緊急地震速報です、はい、流れますよね。ピロン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 ってね、携帯とかでもね、はい、流れますよね。そうそうそう、そのが流れました。はいはい、あなたならどうしますかっていう問題ですけども、外に出るのは丸か×かということですよね。そうですね、はい、はい、答え、私はでも時間もあれなのでパッパッといきましょうね。はい、どうぞ。答えは×だと思います。ピンポーン。あ、早い。よかった。すごいな。いや、もう一問目からはもう外せませんよね。はい、はい、はい。まあ理由としてはですね、はいはい、まず震度6、7クラスですね、地震来ると、まあ人は全く動けません。はい、下手に動いて、怪我をしないように、うん、机の下なのに身を隠して、はい、揺れが収まるまで待ちましょう。はい、家族を置いて自分だけ飛び出すのは、家族が避難しますと。逆にね、逆に危ない。あなただけどうしてっていう感じがありますので。ですよね。まずは揺れが収まるまで、はい、そのままで立ち止まると。はいはい、そうですね。さすがですね、正解です。まだ初級ですので。です。ありがとうございます。ドキドキしております。はい、じゃあ続いていきます。はい、お願いします。クエスチョン2。はい。はい、避難する時の服装はですね。はい。服装。動きやすいようになるべく身軽な、はい、薄着にする。丸でしょうか×でしょうか。身軽にぴょんぴょん行きたいんですけど、薄着か厚着かどちらでしょう。薄着か厚着か、服装のことを考えたことなかったな。どうなんだろう。外に避難していくときですよ。もう、はいはい、もう地震も収まって、これからじゃあもう、お家も危ないんで避難所に行きましょうかっていうときに、うん、どういう格好で行くかということですね。はい、それだと何が、薄着で丸か×かです。薄着で、薄着で丸か×かですよね。はい、薄着はちょっとなんか危ない気がするからな。×かな。ピンポーン。あ、はい、ありがとうございます。すごいな。はい、いや、まあ、よかったよかった。はい、まあ、理由としましてはですね、はい、避難する時の服装や服装は、うん、服装はですね、はい、怪我から怪我などから守るために、ええ、夏でも長袖や長ズボン、なるべく肌を出さないようにしましょう。あ、なるほど。で、頭はヘルメット、はい、なければ防災頭巾、タオル、いろんなものでですね、保護し、頭をね、はい、保護しながら守らないといけないですよね。そうです、いろんなものがまだ落ちてくる可能性がありますので、はいはい、頭も保護しながら出かけるということですね。はい、なるほど。はい、ありがとうございます。それでは続いて、はい、いきましょうか。続いて第3問。はい、
NTT の災害用伝言ダイヤルの番号は171である、丸か×か。これはちょっとな、普段使わないですからね。普段使わないし、似たような番号いっぱいありますからね。NTT ですか。 NTT の伝言ダイヤルっていうのがあるんですけど、震災の時に携帯電話つながり、ないですよね、つながらないんで、その時にこの番号にかけるとつながるかなっていう番号なんです、つながる番号なんですけども、それが171が丸か×か。これはもう分かんないな。別に間違いとも別に特に問題はないんで。これは分かんないな、はい、じゃあもう分かんないんで丸で。ピンポーン。嘘、すごいですね。もう3本当たるもんですね。災害用伝言ダイヤルは、地震、噴火などの災害の発生により、被災地の通信が増加し、つながりにくい状況になった場合に、はい、提供が開始される声の伝言板ですということでですね、まあ、そこにかけていただいて、声を保存して、それをまた相手が聞くというシステムになってますね。はい、あ、なるほど、なんか留守電みたいな、そうですね、イメージですかね、はい、伝言ダイヤル、留守電みたいな感じで、そこに電話番号で、はい、登録しておくと、で同じ番号を使ってまた聞く人も聞くということになってますよね。なるほど、なるほど、はい、使い方は、まあ、時間があるときにゆっくり、はい、説明していきたい。わかりました、はい、今回クイズですので171ですね、はいはい、よく覚えててくださいね。覚えました、はい、ありがとうございます、はい、それでは続きまして第4問、はいはい、大地震により通勤先などからの帰宅が困難になった場合、はい、自宅までの距離が遠いなどでの帰宅が困難な場合は、うん、混乱を避け翌日以降に帰宅できるように食料や飲料水を備蓄するなど、うん、職場に泊まれる準備をした、丸でしょうか×でしょうか。あ、これはなんか なんか引っ掛けみたいな感じもするんですけど、いやでも備蓄とかはねやっぱり必要だと思いますので丸じゃないですか。ピンポーン。すごいな、連続正解すごいですね。いやいやいや、はい、よかったよかった、はい、やっぱりね、すごい災害時一番生き残れるタイプですね。もう丸もせですからね。生き残れるタイプですね、はい、はいはい、はい、ありがとうございます、はい、自宅までの距離が遠いなど徒歩での帰宅が困難な場合は、はい、混乱を避け翌日以降に帰宅できるよう食料や飲料水を備蓄するなど、うん、職場に泊まれる準備をしておきましょう、はい、ということで丸ですね。そうですよ ね、 すごいですね。もう特にねこういう FM5 だってラジオ局っていうものはね、はい、やっぱそういうところが大事ですもんね、うん、はいはい、ただねこの問題なんですけども、うん、まあ、どっちかというと大都会、あ、都会の方に当てはまるんですよ。田舎の方でね、うん、そんな泊まっていって悠長のことはないと思うんで、うん、田舎で混乱もないと思うんで、うん、道が空いてれば、ね、はいはいはい、すぐにそんなね、はい、まあ、泊まるよりは避難した方がいいって話ですよね。そうですね、はいはいはい、そういう感じの問題ですね。なるほど、はい、わかりました、はい、続いてもそのままいっていいんですか。そうですね、はい、お願いします。第5問、はい、大人一人に必要な飲料水は1日3リットルです。丸でしょうか、ま、バツでしょうか。また微妙なところ。1日3リットル、1日3リットルですか、うん、大人ですよね、はい、うーん、よく言うのはどうだろう。3リットル、まあ我慢強い人でやっぱり飲まなくても、あの我慢できますけど ね、まあ、そうですよね。ただ、はい、必要と言われてる、まあ、量ですね、まあ、3リットルがどうなのかっていうところですね。まあね3リットルでも普通はなんか2リットルは飲みましょうみたいなのを聞いたことはあるので、うん、3リットルは多分必要なんでしょうね。丸。ピンポーン。やばい、これ来てますね。すごい、第5問丸ですね。はい、正解です。はい、もうじゃんじゃんどんどん行きましょうね。もう時間もちょっと少なくなってきたんで、はい、そうですね、もう行きましょう、はい、行きましょう、どんどん、はいはいはい、第6問、はい、避難グッズを入れた非常持ち出し用袋は、はい、急いで食料を入れるように台所に置いておく、はい、丸でしょうか×でしょうか。台所、非常持ち出し袋、
非常持ち出し袋、台所、急いで食料を入れられるように台所に置いておく、丸でしょうか×でしょうか。食料だったら台所に置くっていうのはあるから丸かな。ブブー、あー間違えちゃった、初めて間違えちゃった、初めて間違えましたね。あー、これはちょっと、はい、間違えたものに関してはちょっと聞きたいですね、はい、これなぜかと言いますね、はい、すぐに取り出せるように、うん、家の玄関出入り口、もう台所に、あの奥に置くと、うんうん、取れないんで、あーそうかそうか、あとは車のトランクとか、はい、外の物置とか、うんうん、そういったところに、まあ、分散して分けて、で災害に取りやすいところに置いておくというのが正解ですね。なるほど。消火器も、はいはい、台所が危ないからそばに置いたらダメなんですよ。あ、そうなんですか。台所で燃えたら取りに行けないじゃないですか。あ、そうですよね。だから玄関付近に台所から離れたところに消火器も置くと。そうかそうか、はい、っていう感じなんですよね。必要なところに置いてもそこがダメダメいけなかったら意味ないですよね。そうね、そういう考えですね、はい、そういうことです。はいはいはい、落とし込みました。時間もないんで次いきますよ。はい、お願いします。はい、第7問、はい、家族が離れ離れの時、はい、大きな地震が起きました、はい、携帯電話で連絡すればよい、丸でしょうか×でしょうか。いやこれはもうつながらないから×でしょうね。あ、これはもうすぐ分かりますね、はい、もう最初でも話しましたもんね。ピンポンですね、これはもうすぐ分かりますね、はい、はい、そうなんですよ、はい、災害時ですね、はい、携帯電話を通じないことがありますんで、はいはい、普段からですね家族で災害が発生した時の集合場所、うん、あ大事を決めておいて、はい、家にいる時、はい、会社、学校にいる時、要するにいろんな場所で場面ですね、はい、決めておいて、うん、そこにいる時はどこですよ、うん、みたいな感じですね、はい、決めておくと、はいはいということですね、はい、で携帯電話でも、まあ、通話できないんですけども、うん、SNS メールとか SNS はつながりやすいということを言ってますんで、それで、まあ、よくつながったということは聞いてますので、それは使えるかなと思うんですね。大事ですね、そういうところも。 LINE とかは、ね、LINE はねですよね、そういう、はい、ことはありますんで、うんうんうん、家族で話し合うことが大事ということですね、はい、普段のね、はい、はい、ありがとうございます。まだ時間大丈夫ですか。まだ大丈夫ですまだ大丈夫です、はい、全然大丈夫です。じゃあ第8問、避難場所や災害に関する情報は防災行政無線で確認するのが一番良い、丸でしょうか×でしょうか。あ、行災、防災行政無線、まあ、あちこちに立ってるスピーカーがついた、ね、あると思うんですけども、あ、公民館とかの、ね、上とかにもありますけどね、いやでもちょっとその情報だとまた微妙なんじゃないかな、罰ですかね。ピンポーン、これも分かりますね、はい、まあ、防災行政無線というのは場所によってはですね、やっぱり聞きづらいとかですね、そうですね、音量が届かないとかありますんで、うんうんうん、いくつかの方法ですね、テレビとか携帯とかですね、はい、ラジオとか、特にラジオはね、ラジオはもう 今これやってますからね、はい、一番重宝ですね、はい、防災ラジオっていうぐらいですから、ラジオはもう常に、はい、一番もうこれ本当に何かあった時には活用していただきたいということです。はい、はい、じゃあ時間もないんであと9問いきます。はい、はい、お願いします。第9問、防災の日は9月1日です、丸でしょうか×でしょうか。防災の日、防災の日9月9月1日だったっけ。5もない、やばい、42、1、まるで、まるピンポーン、これはもう当てずぼしでしょうね、多分勘でした、勘ですね、はい、はいはい、10万人を超える死者、行方不明者を出した関東大震災が大正12年9月1日ということにちなみまして、昭和35年に定められました。すごいということですね。何年生まれですか。私は平成3年です。私はですね、あの昭和35年ちょうどこの年ですか。同じ年なんですよ。かなり古いですね、ということですね、という、はいはい、最後いきます、大丈夫、はい、もう一問いきましょう。もう一問いきます、大丈夫、最後でいきましょう、はい、第10問、はい、南海トラフなど巨大地震に備えて最低1週間分の非常食を用意するのが良い、丸でしょうか×でしょうか。これはもう丸でしょう、多い方はね。
ピンポン。あ、よかった、最後当たって。はい、特にですね、はい、沖縄島国なんで、食料はだいぶあった方がいいかな、ね。そうですよね、やっぱりある分でもね。はい、ある分ではいいと思う。で、はい、沖縄はまあ缶詰とかよく使ってる。あ、本当ですよ、はい、なんか缶詰ね。あるんで、そういったの台所に結構あるんで、うんうん、そういった意味で食料は十分かなと思ってはいるんですけども、やっぱそれをローテーションで使っていけばいいかなと。うんうん、そうですよね、はい。はい。ということで、問題は以上ですね。はい、ありがとうございました。はい、今日はね、もう防災クイズということで10問ね、出していただいて、皆さんいかがだったでしょうか。私だけちょっと答えてしまったんですけれども、またね、なんか面白いですね。なんかこういうゲーム感覚でね、なんかやるとまた知識が新しい増え方をするという形で、はい、とても楽しめました。ありがとうございました。はい、ちょっとバタバタなんですけれども、はい、今日は高峰さんお越しいただきました。ありがとうございました。はい、それではまた来週お会いしましょう。さようなら。